どうも、レウンゲーム TV です。今回はパピパラの別荘作りで見られる面白いセリフや小ネタを集めてみました。追加コンテンツ、ハッピーホームパラダイスでリセットさんのアミーボを読み込むと、リセットさんの別荘作りをすることができますが、ここで現地まで移動して、ここで1ミリも作業せずにいきなり完成報告すると、普通に怒られた。ちゃんとこういうボケにも専用セリフが用意されているようです。今度はちゃんと家の中に入って、部屋中に柱だけを死ぬほど敷き詰めて、カステラみたいな部屋を作って完成報告をしてみると、整理とかいう問題ではない気もする。またこのゲームは追加で2回も作ることができるのですが、2階を作る相談をするときに、期待させておいて、やっぱりやめましょうを選ぶと、切れた。あつ森では説教をしなくなったリセットさんですが、あの頃のリセットさんの面影を少しだけ感じる。今度はちゃんと別荘を作ってあげて、めちゃくちゃ時間をかけて作った後に完成報告をしてみると、と時間をかけて作った時だけ褒め言葉をかけてくれる専用セリフが、細かすぎる。また完成後にリフォームを提案して、今度は逆に死ぬほど早く完成報告をすると、えらい早い気がすると突っ込まれ、こちらもちゃんと専用セリフが用意されている。ちなみに先ほどと同じくリフォームや引っ越しを仕掛けてやっぱりやめると、一瞬切れかけたものの怒りを抑えるリセットさん。今度はリセットさんにハウスシェアを提案してみると、ハウスシェア、あ、ちょっと中か、いじ、あ、そんな時間があって切り口の空を、いや、中道を調べるや、と、過去作でのラケットさんとの共同生活の愚痴を言い始め、住んでるお金の終わりや、よさなってるか、と、割と強めの口調と目力でハウスシェアを断ってくるセリフが、ラケットさんとの共同生活、どんだけ嫌だったんだ。
また、ラケットさんへの愚痴は他の場面でも。と、過去のラケットさんとの仕事現場の辛さを切実に語り出したり。説教が細かいと愚痴ったり、心が軽いと言ったり、愚痴が止まらないリセットさん。ちなみに、リセットさんをアミーボで呼ぶときのセリフをよく見ると。バレてる。以上、リセットさんの別荘作りの面白セリフ集でした。